ベトナムのハノイで行われるはずだった日中首脳会談を中国側が急遽キャンセルしたことで会談実現に前のめりだった菅政権にとっては大きな誤算でした中継です最悪の事態から一夜が明けて菅総理はシンガポールの首相と会談に臨みましたがその表情に覇気はありません シンガポールの李首相とは30分ほど会談しましたがここでも海洋資源を求めて南シナ海に進出する中国の動きについて話し合ったものとみられますただいくら他の国と中国のことについて話し合ってみても直接、中国の首相と話ができなかったショックを和らげることはできません中国に聞いてください 中中、国側のドタキャンににいととと苛立ちが広が広るる菅総理はとりあえず冷静に対応するとしています。してまただ2週間後に迫った横浜 APEC への胡錦濤国家主席の出席が全く見通しが立たない状況となりました菅総理はこの後、恩賞も出席する東アジアサミットに出席しますがここでも立ち話すらままならない状況で事態の打開は絶望的です